慣れたもんですな。そうっすね、あれ一応1位になってるんですよ、何なんだろう。あ、来た、ビビるなぁ。マリーゴ、お、新しくないですかそれ。なんかもあった、マジ下がんね。おー、コンボのダメージ上げてる。おお、音大丈夫っすか。音音、マリオさんのトレモ行きますか。マリオさん、カグラはどれだけ練習したんですか。カグラですか、はい、昨日で一分も練習してないです。何やってんすか。何、どうして顔を出せたんですかここに。ここで練習しようと思ったの。あの、あ、ここですか。あー、はいはい、ビジョンベア なかったんですよ、カグラのあれが。うーん、そうで、タダ君がいたからジンでずっと対戦した。あー、なるほど。そう、そういうわけなんですよ。じゃあもう俺は、樹海はもう俺関係ないですね、じゃあ。樹海、そういえばそんなこと言ってましたね。いやいや、記憶にございませんね。私、全く記憶にございませんけど。ね、ちょっとね、やっぱ、熱帯をやったんですけど、まあ、ややラグみたいですかね。うん、ちょっと。ほんま気になんないですかね、俺。なんか、無線の人がいると、結構ダメですよ。ああ、はいはいはい。それはしょうがないですね。そう、これはもう、樹海楽しみっすねっつってるやつは、俺に死ねっつってんと一緒っすかね、これ。マジで。樹海行ってこいなんていうやついます。いや、人間、怖さじゃ死なないでしょ。いや、怖さとかじゃなくて、戻ってこれない可能性あるじゃないですか、樹海。そんな深いとこ大丈夫なんですか。あの、パンとかこうやって落としてくれるじゃん、こうやって。いや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 、これ、狼に食われたらどうするんですか、それ。狼に食われてたら終わりなんですけど。もう大丈夫なんですか、それ。これ、どうやって戻るの。トレーニングをしたって、ほんとはここで来て、神楽触ろうと思ったんですけど、なぜかもう配信が始まってると。え、そういうこと。じゃあなんで今ジンのコンボでやってたんですか。いや違う、ジンちょっと練習しようかなと思って。いや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 、ちょっとおかしくないですか。ちょっとおかしくない。始まってるもんだと思ってたんですよ。あれ、なんかここ映ってたから。ああ、はい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 。じゃあもうとりあえずジンでやる今日は。えね、カグラ結局。いやいや、今日はね。あ、今日はっすか。だって俺だって1、ね、そしたらもうチュートリアルからやらせてくれ。あ、チュートリアルじゃん、チャレンジからやらせてくれって話になっちゃうから。まあそれは確かにきついです。それはきついです。樹海に行きたいようにしか見えないですけども。いやいや。自ら。いやいや、俺は全然そんな。なんか、ロビーっていうのを建てるとなんか熱いらしいんですよ。オンラインロビー。オンラインロビーどういうの？ここですか。これ？これが熱いらしくて。何これ？どこにしましょうか。何これ？え？なんか新しい機能出して。日本に何もねえんだけど。で、これゼロ人、ゼロ人のとこ行けばいいのかな？ゼロ人。じゃあどこ行く？ゼロ、ゼロのとこにしましょう。ゼロ。ゼロで気に入ったとこにしてください。これやばくね？ 422。家具寿司やばくね？家具寿司相当だからみんなやって人気あるんですよね。ゼロのとこあるはずなんで。あ、これ、よく、金山山美。金山山美ね。じゃあ、金山山美で行くか。そう。第一回戦しましょうか。じゃあ、1回にいよう。で、これどうすんの ?1 点。そうすると、リスナーが見てたら、うん、リスナーが来るはずなんですよ。ここに。はいはいはい、あ、もう、すげえ。もう来ました。何これマジで？で、ゲーセン感覚で、すげえ！やるんですよ。やばくないですかこれ。やばい。え、俺、ソーシャンケースケになってる。ほら、俺、いっぱい来た、いっぱい来た。だから、ソーシャンケースケになってるな。コンビフ、ちょっと待って、コンビフに変えます。え、裏側 TV に変えてもらった方がいいです。カグラ入っ…あ、使わないか。使わないですかね。じゃあ、裏顔 TV しよう。裏顔 TV。これか。これ、これしやすい。すいません。すいません。ちょ、もう一回同じとこ行くんで。何これ、こんなことできんの。いや、びっくりして。なんか、ナルオがやってて。いや、こんななんだと思って。やば。だから、リスナー入ってきやすい感じですか。あれだと。リスナー入ってきやすい感じですか。感じなんじゃないですか。はい。わかんないですけど。だから、リスナー同士で対戦も起きるんで、あなたと。あ、なるほど。あ、バーチャルビジョン。それ、バーチャルビジョン。それ言いたくてしょうがなかった感じですね、A さん。今 A さん、確実に A さんと言いたかったでしょ。さっき、A さんに、A 字打ってくださいって言ったら、ないって言われた。え、なかったんすか。え、もうないですか。売り切れ、売り切れっすって。あ、売り切れか。え、ち、売り切れか。もうこれ黙って持って帰ろうかな。ダメです。それダメです。それダメです。それ訴えます。ダメだ。いや、2万とかすっと置いとけばいいじゃん。これ、定価2万でしょ。定価いい。1キュッパー。1キュッパー。でもこれ、かっこいい。でも顔メンバーが使ってるレアなやつなんで。5万円で、5万円で売ります。3500円かな。まあまあ、妥当な、妥当な。まだ店長が触って1万円落ちるんだ、査定額が。あ、ダメダメ。油っこい。油っこいとか言って。手が臭い。まだ声小さいかな。マイクちょっと。どうですか、これで。
そうですね、ちょっと直してたんですけど。ああ。じゃあ、人楽な人楽なで行くわ。ああ、はいはいはい。そんな、はいはい。いや、そんなキーのことできるの、これは一体。まあ、やるやる。いや、確かできた気がするな。できなかったっけ。今日、椿出すじゃん。いや、俺も椿出すじゃん。俺、タコ出すよ、今俺。のラグナーに勝ち越してんじゃん、椿呼びで。いや、もういいっすよ、あれは。もうトラウマなんだよね。あれはもう僕はタコがね、もう気持ちもタコがどうだ、仕上がってきた。いや、70試合ぐらいありました。とりあえず。俺、昨日100試合やってるからね。え、嘘マジマジ。え、どうやってそんな3時間で出すか。で、タワさんとあーってやったら60試合ぐらい経ってて、コンビニスターってあーってやったら40試合ぐらい経ってブレイブルー気違いじゃないですか。どんだけブレイブルー好きなんですか。やばかった、マジボタン入っちゃってるかな。ロビーだっけ。ロビーですね。よし、同じとこにしましょう。じゃあ、ここで、あれ、そうそうそう、ここだっけ。そうそうそう、やまびこ。あれ、ここじゃなかったっけ、はい、あ、これか。いやいや、何、一緒じゃねえかよ。全然違かった。そういう芸やめてもらえません。さあ、同じとこにした方がいいです。リスナーも同じとこタイプ待機してる。じゃあ、ここにいます。はい、やべえな、それ。で、台に座ると、うん、もう一人の人が台に座ってくれると、始まるんですよね。じゃあ、32番、32番。なんで端っこなんですか。なんで端っこなんですか。32番。真ん中でやってください。え、これさ、この真ん中真ん中ら辺の台。ほら、ついてきちゃったやつよ、リスナーが。じゃあ、真ん中、真ん中、真ん中、これ、これか。いや、そこ出ちゃうんだよ、そこ出ちゃうんだよ、キャンセルしちゃう。これやってる、これ見れるのこれ。いや、見れないのかな、見れーじゃあ、ここ14だ。なんか左上は初心者台らしいんで。あ、左ダメじゃん、ダメじゃん。えなんか初心者マーク通じらしいんですよ、左。あ、そういうことか、はいはいはい。やばくないですか、これ。え、どう、じゃあ14でいい。めっちゃついてきてる。めっちゃついてきてる。ハートあるぞ。ここで、これどうやって座るのこれ。え、これどうやって座るんだろう。丸じゃないですか。丸、はい、みんな並んでください。並んでもらえると。あ、これで。で誰か座るとほら。おで、もう一回決定かな。え、おお、接続中なんじゃないですか。ほら、もうガチンガチン戦ってるんですか。もうガチンガチン。これすごくね。これすごいですよね。すごいな、これ。こんなんできんの。これびっくりですよね。やばいな、これ。びっくりした。でもすっげえいっぱい来たな、あれ。アーク、やば。あ、でもボタンチェック、ボタン、はい。ボタン。間違って、変わってるか。おし、オッケー。これ、イザヨイちゃん。えこれやばい、イザヨイちゃん。はぁ、はぁ、とか。あー、今、いや、今これ、リスナー相当怒ってるよ。いやいやいや。カズノがブルになってる。いや、でも、あれ、椿なんですよね。そう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 。そうそう。やっちゃうのは全然可愛いよな。なんか、椿の、はい。あ、やべ、それもステージにしてもらった。なんか、わ、うん、かんねえ。なんか、あの、そうそう、武器の、そう装備してるやつが、なんか、最終形態みたいな装備してるんだ。そうそう。確か。ロビーだけで満足しちゃうってやべえな、マジで。ゲーセン行ってゲームやんないタイプだろうな、多分。これでもやばいな、これ。やばいっすよね。うん、びっくりしたんすか、これはびっくりするわ。配信してるやつからしたら結構楽、ね、ありがたいよね。来たー。さあ、これは、テルミさんですか。これテルミ、ジャンプ D がめちゃめちゃ強そうでしたよね、相手。うん、おーって。まあ、とりあえず、おっす鼻元一緒か。ゲーセン15だ。やめろ、わからん殺しやめろ。ゲーセン16段の腕前が。あ、反省はできないんだ。なるほど。そう、アップデートでやってくれんじゃないですか、でも。感染機能とか。反省機能欲しいです。早い早い。うわぁ、落ちねえ。あれ判定バリ強なんですよね、なんか。そう、あれ終わってる。あの技マジやばい。あ、中断。中段今の。あれ中段っぽいです。これ中段。はえー。シンプルイズベストでしょ。あ、失礼。やめろ。吹雪で殺す。おお、バカ、何やってんの。ダメっす。違う。あ、中段です。いや、プレスがやべ。プレスがやべ。プレスがやべ。ごめん。ホッケー、コンボ。減りすぎじゃね。うわ。マリオさん。いや、これもう、これ死んだだろ。かなりだよ。おお、使っていく。こいつ消費時間性能いいっぽいんじゃなぁ。テルミ。おぉ。僕思ったんだけどさ、はい、中段ってさ、必殺技キャンセルできるじゃん。誰か、ジン。え、ジンできるんすか。え、できなかったっけ。え、今もできるんすか。今もできたらクソ強くないですか。いや、俺思ったんだけど、うん、何今、体育 やめろ、わからん。はいはい、動きが早い。中段。ジャンプにブンブン野郎っぽいんだよな、こいつ。落ちねえ。大喜利し重いかな、これ。画面端だったら結局高い気がするんだけどな、これ。あ、安いかな。なんだかんだマリオさんの対戦見るの初だからって。
珍しいな。おお、暴れよ。これマジ性能いいよな。速いな。多分口ワード不能っぽいですよね、バリエーション。あーっと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 、ダブルアップ。うわー、これ性能いいよな。でも減らねえな、あんまり。確かに今バリアしてたんだ。そしたら外しちゃったっぽい。びっくりしてる。すげえな、ゲージ溜まるのめっちゃ速いしな。めっちゃ飲んでる。こっちの画面じゃ分かんないですけど。うまい。おすげえ見てんな、2300人見てんの。2400人か。外人も注目してんだな。減りすぎ減りすぎ。はいはいはい。おい、マジか、これ落ちない。あー、マリオさん、ゲージ相手すごい、すごいガードしてらっしゃる。あー、危ない。マリオさん勝ってほしいな。あー、失礼。ダブルアップですか。中段見えねえ、マジ。あそこから下段あるもんな、ちゃんと。中段だろ。うまいね。セットプレイしっかりしてる陣、陣使いってあんまりなそうだ。いやー。いやー、今うろし。はい、最後は中段でーす。いやだ、これやばいわ。なんすか、テルミスか。わかんねえ。てか、早い。そう、でもなんか、これ中段ないらしいですよ。あの上から降ってくるあれ以外。あー、なるほどね。あ、じゃあちょっと浮いたら中段なんだ。そうそう。で、駒投げがあるんですよ。はいはいはい。この駒投げさえ通んなければ崩し弱いらしいです。石を移動するでしょ、こいつの駒投げ。確かに。そうそうそう。だからその駒投げのモーションだけ覚えちゃえば、うん、あー、なるほどね。なんとかいけるらしいです。なんとかゴリゴリ攻めるキャラよりさ、はい、なんか対応してるキャラっぽくない。そう、多田くんとも話したんだけど、はい、実は超並んでるんだけど。超並んでますね、マリオさん。なんか、あ、これありでしたって書いてある。え、これどうやって出すんだろう。どう、何これ。これわかんないわ。あ、 L1、L2、 L1、 L1。 うわ、すげえ。ちょっと入れよう。ちょっと時間かかりそうだよ、これ。ま、いや、マリオですっていう。いや、それさすがに分かんないでしょ。マリオですって。マリオですってやつ。あ、しかもなんかゲーセンみたいに曲流れてる。ほんとだ。え？よし。アークやべえな。すげえな。アークやばいな。アークやばっ！よくこんなん作ったの。よく作ってやばっ！ゲーセンっぽいな。なんかガヤガヤ、ね、ガヤガヤ音入れてますよね。半端ねえな。あー、来ましたね、レディウスクローバー。俺分かんないけど、ちょっと 見たいんだよな。レディウスはね、どこ見てるかで変わるんだ、相手が。どういうタイプかで変わるし。ただ、これ分身、分身は発動前に殴るのが一番。あー。ただ、発動しちゃうとアーマーみたいなのがついて、はいはい、ワロタみたいな。アーマーじゃないやつも、技もあるんすか。それもね、ちょっと分かんないな。俺はレディウスとあんま実は対戦したことなくて、いないんだ、まず。横浜にすか。いや、てか世の中にあんまいなくて、いる人たちがめちゃくちゃ強くなってるから。あー、それだるいっすね。そう、わわわわわわ、うまっ。あ、これまずいよ、これ。早くないですか。うまそうだな、これはね。まずいよ、ま、これいろいろやってくるタイプなのかも。4級のくせに強えな、なんなんだ。おー、つながってんのか。いや、ここはせっかちに使えない。で、これバックステガリをしっかりして。バックステガリ強いよな、チタチビーが。お、入った。ダブルアップ。これはガードするとまずいから。まずいですね。いやー、このゲームコンボスピードも上がったおかげですごいなんか展開速くなったよな。出たー、めっちゃ。あ、やべ、失礼。技が出ない。このゲームガードしきんのマジ、ちゃんとガードし続けないといけないもんな。うわ、中体育技抵抗やったんですよ、それを。あべあべ、これはまずいよ。左下入門なんだけど、またね。まあそうなんだけど。いかいかよ。これは痛い。これまあもう死ぬんじゃない、これ。いや、まだ死なねえな、これ、ジンなら。ライフあるんですよーって。うぅ。飛び、落とされるぞ、これ。そうだね。人形ゲージの回復早っ。あ、これか、まっか。なんか下からなんか出てる。はい。なんか新技増えてんの。そう、下から来るのがあるから。あれ本体だけでやってるんですか。あれは本体でやってる。あ、本体だけなの。すげえな、ごちゃごちゃじゃないですか。で、レリウス界は、まあ、基本姉さんを出した時に攻めたがるから、はいはい、上見なくなるんだ、大体のレリウス界は。あー、なるほど。
いや無理だよ。エディもそんな感じだもんな。使ってる人。そう。まあなかなか難しいよなブレイブル。ああバレそうでしょ。吹雪が出ない。おお。上手すぎだ。オッケー。引き寄せ技みたいなのが追加されたんだ。危ねえ。あ、姉さんじゃないか。母さん。いやー、ガメだった。これ死ぬからいい。伸びない。お母さんが死ぬから。あ、ほんとだ。そう、分かっていながら。投げ抜けしたね。あ、投げ抜け。早すぎた。早すぎた。厳しい。なるほどね。初手をね、取れないときついんですよ。で、ここ出されちゃうから。まあ、アーフゲーやってたら入りやすいんじゃないですかね。で、こうなると割と一安心。あとは、リバーサのバックステに気をつけて、はいはいはい。バックステが利用する、一応 6D を置いて、あ、やべ。6D が固まっていなかった。固まっていなかった。もう一度だ。おぉ、引かせると消えんだな。で、硬いから。おぉ、今うまくないっすか。そう、あれ、レディさんね、バックステが早すぎるから、遅らせ投げやると結構通るんだ。へぇー、狙ってやったんだ。マジか、うめ。何？いや、これもう、もう動かせなくなる。あー、吹雪、吹雪、許せ。痛い痛い痛い。スピードが違うかな、まあ。おー、なんだかんだ、でも負けないな、マリオシ。マジ厳しい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 。分かんない。2ラウンドはマジ厳しい。まあ、確かに。余裕がなさすぎる。でもこれ、連戦できるから、別に2試合選手とか連戦してもいいし。いやね、何がやべえって。配信するとマジ下手なことできないからマジ集中するんだ。伸びるくさい。逆に俺が伸ばしてもらってるまである、まあ、逆に集中できないんだけどな。俺配信してしながらやると、パフォーの、まあ、格ゲーの経験値は何でも通ずるんじゃないですかね。これあざすって、マルさん実は格ゲーできるんですよ。そうね、実はちょっとだけ強いんですよ。いちいちそれやってるとちょっと近くないあざす。いやこれ大丈夫、早いよ。ほらあざす自由って書いてある。あ、もう10って言ったらぶち殺すわ。え？ 10って言ったらぶち殺すわ。死体殴りまであるわ。死体蹴りできるわな。あれ、死体蹴りできましたっけこのゲーム。これできる。あ、できる。いざよいか。いざよいはね、会長さんと少しは、あ、いざよいじゃなかったわ。じゃなかった。あ、来ました来ました。あ、終わった。いや、これ終わらせね。来ました来ました。これはね、伝説の。伝説でなんで、ちょっと気合い入れるわ、曲。あ、オーラコンビネーションウィングだわ。はははは、オーラさえ感じるキャラ来ましたね。これね、ちなみにジン使ってて、うん、1番か2番目にきついた。あ、本当。狭間とバルケンがやっぱり前に。ああ、ダントツできついですね、その2つが。ちなみにこう、ジンがどうやっても触れないんですよ。触りづらいと。はいはい、はい、はい。どう頑張って触るか。まず開幕、はいはい、ぶっ込み手出しは2試。え、あーもう逃がしたな。ちょっとしかも下がったの見せかけて、ぶっ込み、あ、全然できなかった。これ終わった、終わった、終わった。終わった、終わった。終わった、積んだ。早すぎでしょ。マジ積んだ。死ね、ほら。いやマジ積んだ。人芸人やめてもらっていいですか。いやいや、これマジで、マジ積んでんだ、これ。頑張って。マジ触れねえんだ、これ。自由に動くなぁ。やべ、俺なんであんなとこでバーサス買ったんだろう。やべ、西横浜ゲーマーズビジョンの対戦格闘ゲームイベント、フレイズブルークロノファンタズマ、ゴッツガーデン組みて配信中。いや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 、これ死ぬ。フーリアス、まず結構勝ってますよ、フーリアス。もうないというのに。見てこれ。あー、コンボ長い。減りすぎたんですか。マジ無理。ただ俺がビビりすぎたかもしれん。確かにそう、追う。自力で勝負しよう、自力で。自力で勝負しよう。うわー、吹雪が。いきなり来たー。いきなり中断来ましたね。すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。クラメあー、もったいない。ばっかりだ。いやー、マルさんこれ強えわ。いや、これいけるいける。マジですか。お、あんのか。ここまで来れば。おい、なんで繋がってねえんだ。はいえー、中断か。中断。うわー、ミスった。相手厳しい。怖え。
あーもうどうやって捕まえるんだあれ。こうやって捕まえるんすよ。笑った。あーめくり、おわーガーキャン読んでる。あー半端ねえな。早い早い。いや今のはバクテ狩りをしたんだけど、いやー知ってる。わわわわわ、おつながる。あれはでも吹雪で勝てるから運びますね。あーまた来た来た来た、中下中下中下、また駒投げ駒投げ中下から駒投げ。こんなにやべえんだな今研究研究されたね。すごい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 、捕まえられない捕まえられない、すごいすごいすごい捕まえられない。おー無理捕まえた。おーバカ投げろ。 AB が捕まえたんちゃうんか。うわー吹雪、いやヒレアンスやったんだ今バースト読んでたから。おーマルさんガードしてる。うわーすごい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 、あまだすごい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 。あーマルさんすごい中断だ今の。マルさん中断中断、ダメダメだ。駒投げ避けた駒投げ、うん、マルさん追い、マルさん捕まえて捕まえて、バリアゲージャル倒せんのか。おーブッパ呼んでる。あー危ねー。マルさんかっけえやんけ。あーマルさんかっけえやんけ、ね、しかも今俺投げで相手バーストしたじゃん、はい、あそこヒレンソやったんだけど、はい、あ 2D が出ちゃってて、あそこで本当は勝ってたんだ。バースト対策、ね、そうバースト対策して。でも丸さんかっけえじゃないかよ。危ないマジ危ない。やっぱ大会だとヒールなんですかバルケン使いは。まあそまあまあで、バルケン倒すと会場が盛り上がるみたいな、うん、ヒール的な、うん、そんなことはないじゃない。そうですか、うん、なんか多分レイチルとかきついみたいになってくから。あそうなんですか。へー、このゲーム盛り上がってんな。お願いします。まだ丸丸。丸押してない俺。あれ？向こう押してないのかな。これで。丸お願いします。丸ね、多分押してんだ俺。多分あっちの方かな。あ、来た来た。なんかあの剣マーク出たら多分。あ、これ剣なの？剣マークじゃないですかこれは。バターナイフか。で多分あれですよ、あのラグナの持ってる武器っすよ。当時の持ってる武器っすよ多分。うわあ、丸さん見せつけに来ましたよ。殺す。いやいやいや、殺すね。二言目には殺すね。ちょっと。殺す。見せつけは許さん。物騒だな。やべえ、樹海の、モンモン来ましたね。動きが相当遅いから、多分対空は多分相当取れそうなんだ、こっちとしては。ただ、多分攻めてこないと思うんだ、本当は。はいはいはい。多分そういう、待ちキャラだと思うんだよね。あで、勝手に思ってるんだけど、はいはい、どうなんですかね。どう昇竜がこう、なんていうの後ろに、うん、どんだけ後ろにあるか。でこうなった時に昇竜打れた時にこれで落とせるんだったらどうにかなると思ったんだけど、今こっちが落とされたからちょっときついな。めくって裏にもこういうターン手がちゃんとあんのかな。あもうこれで溜めときゃ昇竜打てるかな、こっち。あーああ投げていく。いやー難しいコンボが。はい、え今の動きなんだ。よく対空取れたな今。感染はできないらしいですね。アップデートに期待ですかね。お、出た飛び飛ぶ。おー長い、西が出る前に潰された。中断。おーかっこいいかっこいいかっこいい、かっこいいぞこのキャラ。カグラ弱そうだな、わかんないけどね、まだ。いや、結構ね、匂います。あのね、匂うね、技がでかいから。あただ、かっこ悪い、このキャラ。嘘いや、マジでかっこ悪い。もっとかっこいいもんかと思ってたんだけど。あかっこいいと思って使おうと思ったわけですもんね。焼き攻めが強気にいけないんだよな、勝利のせいで。あー、そうか。でも、あれ、溜め技っすよね。溜め技ると。そう、だから、受け身取って、空中で受け身取らした方がいいっぽいんだよね。あー、なるほどね。考えてるな。カグラどっからでも5000持っていけるキャラらしいですね。ただなんか、武器の、はい、
振りがでかすぎるから、はいはい、見てから俺落とそうとして、こっちからなぜかカウンター、しゃがみカウンターになったんだ。ああいうの見ると、ちょっと強いんじゃないかなみたいな。ああ、技の。ただ、あそこで、あの高さでカグラが陣にあれをガードさせたときに、有利を取れて降りてこれるのかって疑問じゃない？ああ、まあ確かに。さすがに距離がありすぎるから。でも空中で移動技みたいなのやってましたよね。当て身。ああ、あったわ、そんなの。ガードされたらあれか。当て身みたいにすればいいのか。落ちないマリオさんなんて言って、ノエルの人に煽られましたけど。あのノエル、早く対戦しろよ。ノエルの人、早く座れって感じらしいです。これ、すごいな。すごいですね。なんか盛り上がってそうに見えますね。すごいね。あれ、中に入ってる人増えたら、ざわざわ音が増えるとかないですかね。そこまではさすがにないかな。まことか。来ましたな、まこと。まことは弱そうですよね、今回。どうなんだろう。いや、意外とね。意外とラグナ使うなら誠使った方がいいんじゃないかと思うんだけど、あ、マジ上結構 6A の回転が結構速くて、あ、足速いじゃん、はいはい、動けるんだ、すごい。で別に B もそこそこ長いから、はいはい、あ、まあ、悪くないんだ。そう、結構ジンからすると相変わらずやりづらさはあるけど、誠の勝利が弱すぎて、はいはい、しゃがみ技重ねるとスカルっていう謎の仕様で、はいはい、安易にジンに打てないっていうのあるんだ。やっぱ音楽かっこいいわ。好きやな。マリオさん曲にこだわるタイプやからね。おーいおーい。おいおい。おっとっと、ボディが出ない。失礼しました。入れるなー。あー、世界入れりゃよかった。死ぬかと思った。つえ。すごいね。とりあえずジャンプやると間違いなく波動が出るわ。レバーをニュートラルする癖つけないとな。おいしい。無駄無駄。せっか。とりあえず安全に下段かな。とりあえず勝利食らってもいいように。で、ここで下段を意識させたんだけど、バーストゲージがあるから中段にして、で、次の置き攻め多分使うから、で、これで使うとこなしと、そうやって終わりっす。なるほど。バーストを使っても終わりっす。なるほどなるほど。これで終わりっす。ロジックあったの、ちょっと待って投げだったもんな。そう、ちょっと待って、で、入れっぱされても上見てるから吹雪は打てるから、あ、一応上だから。バーストは多分この人ちょっと遅かった一回。ああ、そうですね、確かに。この多分非連装でバースト対できるの知らなかったと思うんだ。うーん、早く使わないと使うとこなかったってこと。そう、だから割と端に行かれ、人線で気をつけなきゃいけないのは、中央でまずしゃがみくらいした時にまずバースト使うかどうかして、はいはい、中央でもいいから投げ通されたらバースト使うかどうかにしてっていう風にしていかないと、走ったらってから多分遅かったりするから。ああ、人選は、うん、いや落とす側に回ってくからな、マリオの時と違って。いやいやいや、俳句バッタバタ落とすからね。これいっちゃう。いや、いっちゃってもいいっすよ。そろそろいっちゃってもいいっすよ。陣でいいかな、ま、とりあえずほら誠だったから、誠陣2回目じゃん。はいはい、だからとりあえず気使いますね、マリオさん。そうすれば、投げ確かにそのバータイで勝ってたって書いてあった、間違いないわ。あ、まあそうっす。まあどちらか。ただ投げ肥沃で死んでたか、あれ。あ、俺どんぐらいライフだったか覚えてないんじゃない。多分でも肥沃死んでたかな、まあ、死んでたっちゃ死んでたじゃないですか。 言うんだったらこれ。まあとりあえず非連鎖やって当てて、まあこれ殺傷みたいな。まあまあまあ別に勝ちゃいいっすからね。あ、悪い、ジンの曲じゃダメだった。ジンの曲好きなんだよな。ああ、ああ、まだ終われない。ゾンビカラーだ。で、誠はもう使ったら、立ち位とかバリアとかして、距離が離れたら、すぐ刺せるようにして技を、こうやって。バリガーすごい短いから、距離が。じゃあ、バリガー、誠さんはバリガーすごい重要。バリガーされると誠も結構きついと思うんだ。あ、なるほどね。別に電キャラバリアガードした方がいいとか。もちろんした方がいいけど、ジンの立ち位とかに対してバリガーして、切なくなるだけだから。なるほどね、考えてるね。さすが熱帯。
これですよ。ラグナが強くなるぜ、熱帯は。出たー。マリオさんのコンボ出る、マリオコンボ出るか。あ、前で拾うのか。おー、かっこいいな。容赦ねー、ダメージ。おお、死ぬべ。おお、しっかりやり込んでるな。いやでもラグナだともう13段以上したら勝てない。もう積んでる。知ってるキャラだったら別に15段ぐらいまでいけるんだけど。はいはいはい、なるほどね。俺見てねえよ、何の話だよ、バカじゃねえの。だそうです。なんかグラコンっていうなんか新しいコンボあるらしいですよ。何グラコンって。グラコロじゃなくて館内のラグナ使いが開発した。え、館内のラグナ使い開発した。はいはい、なんかオリジナルコンボらしいですよ。あ、本当に。あとでご教授願いたいわ。はい、なんか丸さんがね、なんか丸さんとコンボ似てるねっつったら、うん、いや丸さんリスペクトしてんじゃないとか言って。パクったんでしょとか言って。あ、俺がパクった感じ。そう、パクった感じ、ね、俺確かにパク、人からパクの好きだから、はい、自分じゃ何もしないから、はい、何も考えない。ラジコン、これ今作の田岡のひどさをみんなに見せたい。え、いや、カズノコくんがどれだけひどいキャラに手を出してるか。いや、いいキャラだと思いますよ。いいキャラ。ただ、サオカがライフが少ないから、うんうん、そこなんですよ。あ、そこきついっすよね、言うても。ただ、ぶっちゃけ6000ぐらいで。え、2回触って終わりぐらいにしてくれないと、割に合わない。6000とか。いや、割に合わない、本当に。お金払いたくないな、マジ。いやいや、もう本当、割に合わない。クソ、頑張って、いや、頑張ってよ、サオカ使えよ。見たかったんだな、強いタコの人。もうとりあえず基本はハイジャンプしてジャンプ B をかぶせるんだ。よし、よしよし、このハイジャンプをかぶせていきたい。で、間違いなく2A はやっちゃダメなんだ。今やろうとしちゃった。あ、2A ダメなんすか。いや、マジ大変なことだ。ジャンプ C とか落ちそうですけどね。いやー、ああ、ミスだ。カオスだね。タオカガなら、これで多分死ぬはず。無双の追加ダメージ。ああ、死なね。早い早い。そう、で、もう今日は大きいジャンプ B なんだ。頼む頼むっつって。はいはい。で、引っかかって、それを意識させたらジャンプ B 出してくるはずだから、そしたら下で対空取るみたいな。上りジャンプ A 出して、こうやって上から、でもカウンターでもいいんだもん。終わる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 、やめろやめろ。おいし、おい、立ち。犬と猫は強いゲームか。そりゃそう、そりゃそうか。そう、こうなるともう田岡が終わり。終わり、ここで終わらす。で、バーストまだ一回残ってるからな。リバサーで読み合いたくない。よっしゃー、これは変なことしなきゃ勝てる。うわー、バリ直ですよ。あんま立ち置きたくねえんだよな、タコカに。基本は上から、上を取りたい、できれば。上の取り合いか。なんかもう、横のよ、その置き差しを、横の置き差しを空中でやるようなイメージ的には。で、常に何も出さないときは、ダンシングエッジ直下取れるように直下仕込んどくみたいな。へぇ、直下仕込んどく。そうすると、空投げに負けるんすわ。あー、なるほどね。しかもあいつがいやらしいから、うめえやつはジャンプ A やってか空投げしてくんだ。あー、まあそれはしょうがないですよ。バッテンつくんすわ。それ相手がうまいっすよ。それうまいっすわ。それ相手がうまい。いや、それはそういう読みはしたことねえな。ちょっとなー、あの読みはよくわかんねえんだもんな。さあ、もう一回来ましたね。ありがとうございました。いろんなとこで対戦起きてんな。ね、あの6ウィンとかちょっと匂いますね。このね、水星さんって人多分ね。あ、水星さんじゃん。そう、知ってるでしょ。ツイッターアルカプで多分いるんだ、水星さん。はいはいはい、きっとね。6連勝してる。5連勝か。ん ?6 連勝これ。狭間対策は僕が来たぐらいです。すいません。なんでやね。陣の氷はレバー勝ちしなくていいです。大丈夫です。これもさっき陣でやったから、じゃあラグナで。一周したんじゃん、とりあえず。で、ちなみに俺はこのレリウス・ラグナーで、レリウスに勝ったことはぶち切れないレベルです。積んでる。たらふかする。あんまいなそうだよな。
とりあえずバリアするときに投げと一緒に仕込んでくるんですよ、こうやって空中ジャンプするときに。そう、ボタン3つ。そうすれば結構抜けれたりするんで。なるほど、あれなんだろうな。もう特別ですわ。いや、この曲変えた方がいい。俺結構この曲好きだから。いや、まあそろそろ飽きましたね。飽きるとかないでしょ、曲に。いや、いや、さすがにいろいろ聞いてみたいですけど。本当に？あー、ラグっちゃ嫌です。レッドスパイク。レイヤル1。発電使ってる人少ねえ。いや、まあたまたまいねえか。うわー、バックセ、されなかった。あー、うまい。バースト使った。これを立ち火で止めたいんですわ。姉さん壊れた。ここ、攻めるならここ。壊れてったらダメな。いけいけ、有利フレーム。おちなみに今回ラグナの最大の弱体化は波動優勢になったおかげで、コマテクないやつは D リバイダルとデッドスパイクが出るっていうのが最大。なるほどね。最大の弱体化なんですよ。あ、そう、コマテクあるやつは関係ないって言うんですけど。ナルオが出てたやつあれか。 D イフェンドディバイダーないの、ない疑惑あって。そうそうそう、地上版あのね、コマテクない俺とかはもうマジ困るんだ。最近宿出せるようになってきた。ここでよくデッドスパイクでしたから。で 1P はいいんだ、まだ2ピークと終わりなんだ、マジで。極限さんが D フェン、地上 D フェンの2倍じゃないって言ったら、それが原因か。先手、優先順位変わったんだろ。いかん、やめてやめて。お、引き寄せらんない、なんだ。うわー、固めていく。姉さん壊れた、告知しすぎて。そうだ、我慢してれば姉さんがいつか壊れてくるから。あ、腹ぶった前出しなんで。よし。さあ、最初は俺 C ディバイダーにしてたんだけど、はい、6B、C ディバイダーってやるじゃん。6B やってバーストされると、C ディバイダーが光るんだ、無敵で。で、なんと、こっちがガンフリフレっていう。かかん？かかん。かかんっていうか、カウンターカウンターでかくはんとか。D だったら食らっちゃうんですね、バースト。D だったらちゃんと食らうんだけど、C は無敵があるわけで。あー、はい。あ、D は無敵ないんだ、むしろ。ありがとうございました。これで一周したかな？一周をしましたかね。まだ やってない人がいたら譲ってあげてください。8人してますよ、今。あざっす。こんなに乱入してくれる、ないんだけどね。ゲーセンだと。ああ、いや、まあしょうがないんじゃないですか。切ないね。お金、お金かかって。これもじゃあさっきジンでやったから、この人と。じゃあまたこのラグナーで。お願いします。あ、姉さんじゃないかな。これでも、もしかしたら、全国に散らばってるレディースプレイヤーとの出会いの場になるかもしれないですよ。これが？そしたら、いやいや、そうすれば、これで、言っとけば、なんか、買う人いるかもしれないじゃん。ああ、そういうことか。出会い中がいるかもしれない。なるほどね。そう。いやー、まあ、出会えんだろうな。そう、出会えんだろうな。いいシステムだと思うけどな。出会え、てか、マジ出会えるだろうな。あ、そういうの見せかけて、完璧に放置しに行こう。買ってくるかとかに。これがとか言っちゃったよ、最初に言っちゃったから。そうそうそう、これがこれ、あれだけ、あれだけ見ればいい。落ちないんだね、どんなに頑張っても落ちない。おー、いった。テルミ面白そうだな。面白そうだけど簡単そうだな。やることが決まってるから。ブレイブルコンとかあるらしいよとか言って。え、あ、そうなんだ。じゃあ買いだね、ブレイブル。ブレブレで結婚できた。見てなかった。中断。なんか何も伝わらないの、中断から。なんか伝わってるだったけどな、ロマキャンしながらなんか、ラッキャンか。おお、当たんねえ。なんで？キャラゲンか。どんだけ俺下手くそのコンボ。出たー、引き寄せ。あー、これ見たら多分飛ばなきゃいけないのか。来た、デンジャー。おー、ビクシッ。うぜぇ、あれ最大に食べなきゃダメなんですか。別に食べなくてよかった。相手がぶっ放すかなと思って手前で待ったの。当たんなさそうな距離で。はいはいはい、考えてる。いただくぜ。うわぁ、熱っぱかりできない。きたー、画面端限定コンボ。これ一応中央寄りで繋がるんだ、
マジか、ラッキー。早いな、しかし。どこでもお手軽4センチ。これ、コマ投げ？コマ投げだと思います。コマ投げ早すぎだろ。コマ投げ早いんだよね。テレビ端から端までコンボいけてどこでもお手軽4000って書いてあるんですけど、そうなんだ、ありえんのかそんなの。それ考えたらテルミだな。コマ投げじゃない。え、コマ投げじゃないやつ今の。コマ投げではない。今のコマ投げじゃないやつか。中段なのあれ。え、コマ投げも、まあ、突進だったよね今。そうっすね。コマ投げも発生、まあ、確かにあんなコマ投げあったらどうしようみたいな、まあ、確かに。もう一個あんのか。はいはいはい。じゃあ見ます。はいはい、まあ、はいって書いてあるけど、たまにかみちゃんがやってくからな。 ありがとう。はい。あ、でもこのありがとうとか、うん、この辺でこっちに返してもらって。ああ、違うんだ。ありがとうじゃないんだ。そうちょっとあの僕さ、あのあれ読めないんでやめてください。これは確実に俺も読めないですよ。 I like guy。 I like guy。 I like guy。 私は男が好きってこと。なんだこれ。今あなたが私に対してはいと言ったので、なんだ。はい。はいと言った人が好きってことか。マリオ。マリオ。気をつけてください。He is gay とか言い出すんで、多分こいつは。マリオ。ユキテルミじゃねえよ、マジで。レニーハートとかにしてほしくない？え？あの、追加ボイスで。ユキーとか言って。確かに確かに。それ熱いかも。とかラグナザ・ブラッテージ相当熱いだろうな、それ言うと。ラグナーとか言うと。素晴らしい。確かに。確かに、確かに。それ熱いな。それ、それ熱いな。それ熱いな。追加ボイス、アークさん、はよって。アークさんも、よろしくお願いします。ちょっとそれありだわ。てか、どの格ゲーでもありだわ。どの格ゲーでもありっすわ。この曲かっこいいんだ。なんだ、なんだっけ、これ椿の曲。あ、椿ティリンティリンで、ジンとやると専用曲になっちゃうからさ、聞けなくなっちゃって。CS の時に、一応これ、俺、しゃがみ B で走ってますけど、これ1振りなんすよ。あ、1振りなんだ。そう、だまあ1振りだったらごまかせるじゃないですか。ジンガトリンが熱いんで。どこで止めても大体振りっぽいよ。そうっすね。そう、どこで止めても振りだからさ。うわー、暴れとった。なんだこれ、 2D みたいなもんか、ジンの。そうっすね。これコマ投げ。いや、その投げっすね、今の。これ飛べる。見てから飛べんな。あーさ、 D ハード打てない。おいしい。何、早すぎだろ。確かに発生早すぎて。ガードだって3なの。あ、全然マイナス1じゃなかった、ごめん。俺ずっとマイナス1だと思ってた。ごまかせるのか。うん、ごまかせるのか。ごめんね。まあこんなもんだから、ジン使いなんて。いやでも俺、ユーリフレーム家庭用の新キャラだからな。限定の袴じゃねえかよ。今これゲーセンでも使えるんすかね、テルミとか。そのうち使えるようになるんじゃない。アップデートされたりとか。怖い怖い、何されてるか分かんない。あ、これ死にません、これ死にません。なので補正切ります。キャンセル OD ね、忘れちった。ジンはギルティギアでいうとカイみたいなもん。どっちかって言ったらね、ソルじゃない。ソルってみんな言うね。うん、ソルっぽいって言うね。でラグナがカイっぽいって言うよね、みんな。俺ソル使ったら結構強いかな。いや、キャラ弱いんだよね。あ、ダメ。でも、あいつらはみんな 3C してくるじゃん、足しながら。はい、マジ切れそうだね。どうせ弱いっすから。本当にやばい。ジンの強キャラだからまだいいっすけど。確かに。さあ、ソル固め直し結構ないっすよ。あ、そうなの。そうっす。ジンみたいなのないっす、あんま。なんかさ、はい、なんていうの、ギルティの信じられないところさ、足払いにリスクがねえみたいなのやばいじゃん。さっきブレブレやってるさ、足払いイコールみたいな風になってくからさ。あー、まあ確かに。そうっすね。つってもまあ、リスクねえな。10位、10連勝。いやこれね、バレットですね、次は、多分。予想は。いや、アイコンがバレットだったんで。で、俺ね、色弱ってみんなに言ったでしょ。はい、こいつのね、バレットじゃなかった。ロックがあるんだけど、はい、ロックに2種類あるらしいのよ。
2種類、それがマジで分かんなくて、だからアークの人は次のアップデートでぜひバレットのあのモヤモヤをもうちょい分かりやすい色に変えてくれと。積んでるんだマジで、色変えてほしいな。そうだ、無敵か無敵じゃないかも分かんないし、ロック発売の時に、はいはい、なんかあったな、なんかスパ法でも赤セビっていうなんか新しいセービングらしいね。なんか小野さんのツイッターに赤セビ、うん、赤色だと判断できないんで、なんかその色弱なんでって、そうそう、違うモーション色以外になんかモーションつけてもらえませんかっていうのを小野さんにツイートしてる人とかいました、ね、うん、でこれちなみにジン結構きついんですよ。え？と思うじゃん、本当にきついんだ、はい、でも技似てますよね、どっちも中距離技、中距離だけど向こうの方に板が高いんだ。あー確かにそう、で殴り合いになった時にまずきついし、ジン基本的に自分より位置長いキャラきついのよ。あこいつのシーン、ジンより長いでしょ。ああまあ確かに、で対空もあるし、はい、ちょっとラグそうな匂いしたけど、ね、そうだね、まあまあ大丈夫でしょう。おーっとっと、これはこれはやばいよ、じゃ今ジャンプシーン出てなかったからね、待って外人かな、名前的にもだジャンプシーン出てねえもん、着地したらやべえ、うめえ、頼む、入れ込み入れ込み入れ込み、簡単なコンビする、せっかち入れ込んで BC せっかちで入れ込んで先重ねできてない、めんどくせ、レヒョウだ、余命変わりそう、うわーきつきつきつ、投げてごまかす、投げられてた、うわーこれきついんじゃねえか、なにー、いやもう ラグ戦よ、ラグ戦よ、ラグ戦よ、ガードしてますかね、ラグイトビン、ラグ戦よ、なラウド、ちょっと外している、ラグ戦で行くしかない、逃げしない、よしよし、いてー、よしよし、危ない危ない、マリオさんのレイヤーいやいや、今ラグ専用だから入れ込み入れ込み入れ込み、マジで入れ込み、おわー血引っかかる、あはい、ラグ専用。全然飛ばす飛ばさないわ、ジョジョじゃないですか。ジョジョは開幕同期測ってるらしいですけど。はい、ラグ専用でした。どのゲームも開幕同期測ってんのかな、ゲームによって違いそうだけど、システム。自分がきついと思ってるから、相手もきついはずだから。確かに、そうなんですよ、ね。そこ、そこ、設定てる。ジョジョでも見てんのかな、それともアルカナ、アルカナもそうなんですよね。アルカナもラグいいの、アルカナも開幕演出飛ばさない方が、あ、そうなんだ。同期測れるんですけど、このゲーム多分システム一緒だったら、けどね、一緒じゃなかった、あんまでも関係ないんでしょ実は、そういうの、ありがとうございました、ごめんなさい、うん、なんかこれ、これやばくね、ハッパー4っていうの、確かに、なんか顔に画面すげえ顔になってね、パーソナ、皆さん並んでるね、そろそろ疲れました、一つ休憩をしようかなと思って、じゃあ僕がやります、私は、それだよ、じゃあこれ終わったら数の子にバトンタッチするわ、はい、数カカでしょ、数カカです、いいわー、いいプレー、いやコンボマジで手が風かかさない今、いやきつい、手がきついです、手がよく分かってないです、今回はマジで分かんないから、何が有利不利なのか変わってて分かんないっすわ、それはねすごい思う、どこで暴れていいか逃げていいか分かんない、まだヘイローやってないっすね、ヘイロー、じゃあ今回は飛ばさないようにします、お多分関係あんのかな、タオのことがいい、タオのもう何でもいいっすよね確かに、カズカカとかなってましたからねあ、つかまあ普通に飛ばす飛ばさないっていうか、まあいやーテイガーさんよくわかんねえんだよな、ガード方法とか、捕まったらマジで頭おかしくなるんだよな、おーい、そうこうなったらどうしたらいいかわかんねえんだよな、撃つ、まあ、無敵技あるか、撃つって本当はあんなの撃っちゃダメだよ、今めんどくせえから撃っただけなんだ、おお繋がる予定か、あーもったいない、コンボ高そう、かっけ、あーミスった、コンボが無視、あーバッセバッセ、こうなったらどうすんだ、おー抜けている、拾えている、無駄無駄
もうあのなんかこうついたら下がるんだとりあえずもう。ああ。またついたの。でこれ後ろジャンプすればあれ一応取れるから。ああ。あともうもう剣です。おおなるほど。いかん。おおいいな無敵技あるキャラ。いいな。ちなみに俺の手合わせマジ参考にしちゃダメ。今まで手合にリターンだけ押し付けて殴れてたからめんどくせえから。ああ、ま、今作それだと死んじゃうからこっちが。ダメージ上がりましたよね。そう。うわー、もう外より厄介だな磁力。中段が多いもんなんか。おいしおいしちゃんと。わあマジコンボ無事ごめんなさい。殺す選択肢、殺す選択肢。減るんだろうな。え、死ぬ？あ、死ぬんだ。いや、死なないっす。あ、死なない。殺す選択肢っす。あ、これこんなことしなくていいからね、ごめん。殺す選択肢じゃないじゃないですかね。これ自分、今もう完璧気持ちよくなってた。殺す風選択肢。そう、殺す風選択肢。マリオサンシャインとは動き違うな。バックステ選択肢は、タチパン重ねるんだよ。はい。で、バックステしたら、タチポンと押せばかっこ。手合わせですか。そう、で、A ドラあるでしょ。はい、A ドラがゼロフレから無敵じゃないんだ。あ、そうなんですか。そう、だから、立ち盤をしっかり重ねれば、ジロの術潰されないと。はいはいはい。で、相手が爆死するじゃん。で、立ち盤のモーションが遅いから、はい、あ、立ち盤のモーション早いから、バイトの爆死工場切れるんだ。はいはい。で、爆死中に立ち C を押すと、うん、なんと立ち C 空中くらいと。へぇー。多分。立ち B にしてるんだけど、俺は。はい、はい。まあ、立ち C 最大が。へぇー。はい、ありがとうございました。人使いは参考になりそうだな。よし。じゃあここから数の子さんに変わります。腕に自信のある方ハゲてください。腕に自信のある方はちょっとハゲてください。よし。神楽はちょっとまだ人様に見せれるあれがない。あ、パーソナさん、すいません、ごちそうさ、ごちそうさまでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今こっちを見てて飲もうかと思ってたから。何ですかこれ。俺ちょっと待って。うわ出た。それこそバレットは地上でやることがしゃがみ B しかないんだ。しゃがみ B ってどんなもん。しゃがみ B って低姿勢の低いやつで、対空は結構強いから、はい、実は上に受けからいけないからある程度待つんだ、はい、はいはい、はい、待ってしゃがみ B とかやってきたところに差し返すか。モーションが結構大きいから。しゃがみ B のモーションまず覚えてる。もう普通に下段の攻撃タオカカだったら、あとヒート溜めた瞬間に D を押せば多分カウンター取れるから、ヒート絶対溜めさせちゃダメなんだ。あ、待ってても、はいはい、なるほど。多分この組み合わせは多分一方的にタオカカが殴り殺すしやと思う。はいはい。そう、ヒートに気をつけて。はい、画面端へ。暴れ入る。これもしょうがないし。うまい。間違えた。え？え？同じオンライン ID のユーザーが。ケースケー。ごめんなさい。ごめんなさい。ケースケー。上でかよ。上かよ。マジで勘弁してくれよ。今バレット戦マジ練習してたの今。マジかよ。むしろ、あいつがいい具合になったの見計らってこっちもサインインしてやろうぜ。いや、間違いないっすよ。死ねえっつって。マジかよ。何してんだよ。肩パンだろこれ。あ、サインするね。あ、やっぱあれなんだ、ニコニコ調子良くないんだ。良くないですね、こっちにしてる。でもあれだよ、2900人って書いてあるよ見てる人。ああ、そうっすね。すごくない？これあれでしょ、数の子ブランドでしょ。いや、外人結構見てるじゃないですか。あ、外国人の皆さんか。マジバレットの、バレットの人もう一回やりたいんですけど。これ大丈夫？ここで同じとこ？同じとこっす、同じとこっす。あれ、どこだったっけ。ここか。いや、ここじゃない。あ、今あ誰か変わる。誰かいる。いいじゃん。ちょっとどいて待って。ちょっとどいて待っていいですか。アイコンいいな、アイコン。ファック！どけし！どうしよう。いや、いいんじゃない、プラチナの方、どいてくれてるから、行っちゃって。逆にこっちですか。うん。ありがとうございます、すいません。すいません。ありがとうございます。アイコンセット100円か、いいな。ハハハ、
とか言って。さっきこのプラチナ戦ったって。いや、プラチナって相手のアイテム見たりとマジで終わりますね。終わる。あのね、基本バットで来たらもう終了みたいなノリがあるから。いかにこうバットを振らすかみたいな。はいはい。ジンじゃん。で相手キャラクター変えてきてる。別にアイコンと関係ないのか。ね、関係ないです。ちょっとやめたくなった。俺さっきこの人やんなかったっけ。やった気がする。しかも結構やるぞ。地獄でやったじゃないですか、さっき見た感じ。俺全然やりたくないですよ。だから、バルケン対策わかんねえな。どうするんですか、バルケン対策。俺が聞きたい。おーって俺が聞きたい。答え何回って感じですか。あれじゃない、狼になった時にしっかりさせるようにするんじゃん。タオガガなら逃げるバルケン追えるから。追えるのか。もうバックジャンプでしょ、もう絶対ここら辺。荒れる荒れる。守れ守れ。暴れろ暴れろ。どこで暴れすか俺。今のタックルの後暴れろ暴れろ。タックルの後、あ、モンストリヒトみたいな。モンストリヒトだけわかんねえ。間違えた。そう、先に触って倒すみたいな。そうそう、別にリターンないからジジイの技。あ、そう。そう、だからジジイは弱えから。なるほど。そう、もうこの状態殴り殺すのマジで。え、無敵技、無敵技ないですかあいつ。いや、50パーってあるけど、大丈夫。もう、こう、この状態で殴り殺すの。絶対にもう公然されないように。そう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 、いいじゃん。もうこれで終わりっすよ。てか知らないか、全然知らないか。4300だ、結構変な。それあ、でもさっきの人じゃないっすね多分。違う、うん、なんか入門じゃなかった気がするな。入門だったっけ、分からん。4段とかだっけ。いやー、開幕そんなあり。ジャンプビー強えな。しかしジャンプビーマジ強いですよね。さっきの4級だった。さっきの人はよくみんな見てんな。しかし確かに、カズノコさんがどう対戦できるんだぞ今ちゃんと。むずいよなコンボ。まあさっきの人じゃないっぽいね、動き見れば大体。いや、わかんねえぞバルケンアイは。何が正解か全くわからん。うわむずい。なんでだろう、バルケンなんかこれ大丈夫だよ、痩せ痩せ。バルケン空中くらい高いっすか。でかいよね、多分。うわー、うまい。なんだこれ。ちゃんと食ってる。たまたま。まあ、さっきの人じゃないっぽいな。そっちの人じゃない。下段の立ちくらい次だもんな。はい、今ならしょれるぞ。今はしょれるぞ。今ならしょれるぞ。俺が隣で入るまであるんだけど。いや、それはもうマジ許さないです。もうマリオさんと配信したくないです。いや、マリオさんの来る日は、鍵閉めておきましょう。ガチャガチャ。セリフ長いんだよな、こいつ。てか、なんかね、これ、仮面外すとすげえ可愛いっていう噂なんで、マジで。あ、そうなんですか。そう。ただ、誰もその姿見たことがない。あ、その、並ぶ方向変わった。Any other white people here, カッパーって書いてある。なんでしょうね。いや、全くわからない。なんでしょう。カッパっていうのはでも顔文字なんですよ。向こうで見ると顔文字だったんですよ、カッパっていう。なんでこれが顔文字になるの。え、あ、さっきのタコガの人、タコガじゃねえや、バレットの人じゃん。同じ人かな。めっちゃ名前見て、バングって書いてあるんだ。確かに、バングじゃねえのかよ。え、何カッパって。 あっち見てください、あっち、あっち、ほら顔文字やってません。あ、ほんとだ、ほら顔文字になってるんですよ。そういうことか。これ誰、わかんないです。こんな外国で有名な人だと思います。有名な人多分予想つけど。マジか。下手したら大統領より有名だ。あーあー、それも、あ、でもいい。それでカウンターなんだ。あれってカウンターなんすか。そう。マジかやばい。もしかしたら動いてたかもしれないけど、まあまあ有利フレにも変わりねえから。これダメ。終わる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 、気をつけて。この技はよくわかんねえな。これレベル3じゃねえもう。確かもうレベル3の気分。あれは空中直下すればジャンプ A 確定だから、まあ、空中ガードしてもジャンプ A 確定ぐらい有利フレームがないんだ。あ、そうなんだ。でもレベルが上がるとレベルが上がっても空中のやつだけは弱いから。へぇ、じゃあそれを待ってるとなんか地上の駒投げみたいなの食らうんだ。空中駒投げみたいなの、アンジンオンみたいなのあるじゃん。はいはい。え、空中で駒投げなんすか。空中とかジャンプ、なんか地上から空中に向かって掴む技があるの、アンジンオンみたいに。あー、はいはい、それが確定だから。危なーい。これ、技食らったら死亡格みたいなもんだからね。え、そんな減るんすか。そんな減る、そんな減る。荒らされないで、荒らされないで、荒らされないで。ったでしょ、無敵だから。え、無敵なの。あぶねえ。やべ、こっちね。移動のさ、アフターバーナーやめて、気をつけて固め、とりあえず固めれば、はい、
いえ、はっ、編み合いすぎ、ワロトなんだ、めんどくせえ。バットです、最近アイテム見てんのがつらい、ほんとに。おぉ、うわぁ、かっこよか。マルさん、プラチナのモノマネ早く。このこのってやつでしょ。やめてください、やめてください。声優のファンに、こ声優のファンに殺されるんじゃないですか、これ。大丈夫です。ダメダメ、つらいです。似てるわ。やめてください。確かに似てんだよな。似てますよね、かなり似てますよね。この子のーとか、はい、カズノコなんかのモノマネとか、なんか一時俺に壁ついてくるな。マリオダトリニティです。よし、そこはたバカにしてないですよ。こんなのってだ、いつでもあの変更、声優の変更受けたまるんで。本当ですか、大体できるんですか。プラチナーザトリニティのところにマリオになるかもしれないから。そう、森さんがいつでも言ってくれれば、俺はもういつでもスタンバイできてるから。あ、プラチナスライズか、もう一回もう一回。バッタアップさん、カズノコさんが。もう一回です。いや、むしろもう誰でもいいです、あと一人、あと一人誰でも。じゃあ、ドドンパチさんどうぞ、見ててくる、さっきのアナさんで。ちょっと一緒やりたくなっちゃった。食うて。食うてっていうか。にぎやかなゲーセンだね。はい。あ、来てくる。あれ違う人来ちゃった。え、プラチナの声優ってマドカなんですか。まあ、マジっすか。まあ、いいか。俺実はマドマギ、マドカマギカでしたっけ。見たことないですよ。マジっすか。やばいっす。あのマミさんっていうのがいるんでしょう。あ、そう。しかもなんか今映画やってるの知ってる。え、今映画やってるんですか。前、前やってるって聞きましたけど。なんか今やってるんですよね、新しいの。今でもやってるんですか。破壊の昨日しかもプリキュアもやってますよね。なんかゾーンさんプリキュア見に行ってたら。入られちゃった。じゃあもう一回次の人で。すみません。今日から窓かマイカーさん見たことないでしょ。いや一応ありますよ、みんなが進めすぎて、うん、え、どんなやつなのっつって。面白かった、なんか面白いんでしょ。いや結局話がよく分かんなくて。あー出た、うん、どういうことか。マミさんいたでしょ。なんかマミさん俺最後の方だけ見たんで、にわかなんですよ。俺ね、ウィキだけ読んだよ、にわかなんですよ。一番にわかじゃないですか。うわ、俺が負けた人かもしんない、このレイル。いいっすね。あ、でもそこはもうしょうがない。バーチャルならでも今だよ。あ、マジか。いや、ちょっと風回復しちゃった。あ、そういうことか。そう、いい。そこも見ないだよな。もう風使えない。フォロー効かないから。中段投げとか結構熱いよ。えぐいねー。あー、邪魔すると思った。マドかプラチナ、タオ、ホムラ。へー。タオカか、ホムラってあれでしょ？ホムホムでしょ？はい！え、かくない？マジか！なんで投げられとるの？で、逆に言ったら、ちょい出し6尾が通るってことだから、それ。フェイタルするよ、多分。あ、なるほど。投げ抜け仕込みしてないから。ああいう投げ暴れがあるってことは投げ抜け仕込みしてないから。ダメだー！バックスリー！バックスリー！あ、いいね、ああいう直画され確認。そこまで確認してないですけどね。ちゃんと。展開が早すぎて。いいよ、殺せるよ、もう出た。まあしょうがない。で、カエルは投げれば消えるから。あ、飛び道具ですか。そう。あー、何これ。それね、風のなんか感性が強くなるの、それ使ってると。何それ。どうすんの、だるくないですか。時間がきっと解決してくれるみたいな話。だるいな。増えたんだな、オプションみたいな。うわー、このキャラ懐かしいな俺。あー、これだーる。いいよ、うまい。うわー、やっちゃった。うまい、レーダーがうまくでね。いい、ブレイブル内が。いいよ、バックス。いい、ボディがあんま届かねえ。
ゲオルグ13数でしょ。おいしい。ヘリオールよこしい。おいしい。風が回復するだけだから確か。あーなるほど。うわ大変だこれ。えーすごい来てる。ガードして耐えて危ねー。ガマ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 。あー、忘れちゃったー。飛び飛びってくると思った。いや、でもそれができるなら全然。あー、これだるいなぁ。残らんか。うわ、マジか、うまっ。レイチェルだる。前ジャンプなんだよね、結局レイチェル戦は。あー、プレッシャーの使い方が。そう。違うのか。で、あとは、タバーに対して走り抜けるっていう。はい、A ロベに対して前ジャンプで。はいはいはい。で、それを嫌がると B ロベ寄ってくるの。 B ロベってどのやつ？ A ロベって手前に落ちてボーンってやって、 B ロベがブイーンっていってボーンって落ちるやつ、はいはい、で、B ロベ打ってきたら走って抜けれるの。 A ロベ打ってきたら飛ぶんですか？ A ロベ打ったら前飛び。あ、前飛びかかな、それが一番かな。 D ボタン頼っちゃうな。 D ボタン頼っちゃいけないキャラなんだろうな。 D ボタンはレイチェルがバックジャンプした時に風を作るじゃん、はいはいはい、カボチャ作るじゃん、その時にパシーンと反応で押せれば。あ、押せるのか。レイチェルが多分タオカカに対してカボチャ作れないはずだから。はいはいはい。あ、バットアップルさんまで持ってきたな。バットアップルさんってレイチの人でしょ。いいんじゃない、レイチル使いの人。あ、じゃあプラチナじゃないですか。あ、そうだ、プラチナ、ごめんなさい。もうとうとうリュウマロが並び出しましたよ。いや、もう許さん。もうやらん。今日もやらんぞ。疲れたぞ。リュウマロが。KSK がかぶせてきた。ちょ、店長呼んできて、誰か。調子乗るなって。ちょ、ロビー来いって言ってた。ロビー来いって。ロビー来い、今言って言って、誰か。ロビー来いって言ってます。ブレイブル舐めんなっつって。別に舐めてない。舐めんのマジで。舐めてないですけどね。ちょ、ブレイブル舐めてだったらかかってこいよって言って。舐めんなって。ブレイブル舐めんなっつって。ブレイブル舐めんなって。ロビー来い早くっつって。ビビ逃げんじゃねえっつって。嫌でーすだって。嫌でーす。あー、これ冗談狙いすぎなんだ。そんな別に勇気あるでしょ。テストだって。あ、テスト、あれジャンプコードできるの。あー、うまい。なんでやりおる。恥ずかしめてくね。むずい。ネット対戦タイミング違うな。結構そうだね、これは分かる気がする。あ、そう、空中ガード踏むのか。今回のバージョンからか。タッチ B から空中ガード踏むの。いや、もと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 、うん、A 以外は多分みんな空中ガードだから。で、各キャラによって A で空中ガードのがそうですね。なんか CS の時になかったっすよね、そんなの。多分それ古い、CS2 とかからじゃなかった。Why Japanese don't use Kappa って書いてある。なんで日本では Kappa 使えないんとか。違う。顔文字っすよ、Kappa。あ、そう、Kappa。あ、そう、顔文字使えないの。No Kappa。慣れてきたな。処理やないですか。もうガズムはもうあれじゃないですか。もうワンランク上のステップに進むべきじゃないですか。だから俺コンボの伸ばしでクラッシュトリガーとオーバードライブ使ってないんで、そこを覚えようかなと思って今度。オーバードライブはまだ多分先で、コンボクラッシュトリガーはマジで覚えた方がいいと思う。タオカが特にゲージ余るっぽいから、勝ってんのに 100% 余ってるとかバカらしいじゃん。確かに。全部ガーケン使っちゃうんですよね、うん、まあ、でもまあそれでもカオカがいいのかな。まあでも取れるときに、緩い指導のときにバチンいったら、はい、取っとくのは多分大事だと思うよ。あれ、あの後もゲージ溜まるんですか。クラッシュトリガーは溜まるんですよ。あ、溜まるんだ。そう、クラッシュトリガーはなぜか溜まるんですよ。ローマキャンとか溜まんねえけど。へぇー、ゲースケ後で後で、今やれよ、今ここに来てやれよ。後でアズライルやってどういうことなんだ。いや、俺後で入るわ。あ、ありがとうございました。ここで困ってるわ。
うざすぎる。うざすぎる。お願いします。バッタップルさん来た？バッタップルさんで、リュウマルさんが最後並んでるんですよね。じゃあ、バッタップルさんになったらやめよう。嫌いじゃないですか、リュウマルさんと、リュウマルさん対戦せずにやめよう。リュウマルさん嫌いじゃないですか、完全に。ジンちゃん。全然ジンじゃなかった、ごめん。確かに。まあ、絵はラグナでしたからね、アイコン。これ、ブレイブルーです。What's the name of this game? ブレイブルーって。ブレイブルークロムファンタズマ。ブレイブルークロムファンタズマ。カモエのサン。クロノファンタズマってなんて意味？中秒すぎてね、クロノファンタズマってなんて意味ですかね。クロノファンタズマ。クロノファンタズマ。不思議やんみたいな。クロノだからない。どうなんだろう、確かに。そう、ニューゲームですよ、ニューゲーム。時の幻影。あ、なるほどね。かっこいい。まか不思議な時間とかじゃないのね。まか不思議な時間だとずっと思ってた。合わせていく。これ安定攻撃か。やべえ。レイチェルもクロノファンタズマだっけか。わけのわかんないこと言ってる。はい、見えなー。あれは見えないね。やばいっすね。あれで表に落ちることもあるわけでしょ。あ、まだ切れるでしょ。いやいやいや、頑張ってでしょ、多分勝ってたよ。いや、これマジ罪なんですよ。え、罪まで行くんか。いや、罪まで行かないけど、厳しい。空中でハーデスとか打ち出すから、みんな切れて。あ、いかんの。安定してきたな、やっとね。いいっすわ。まあ、陣で対戦したいんだったら全然行ってくれれば。いや、ちょっと早いな。全然行ってくれれば。コンボが安定してきた次あれば陣対策とかさせたいならぜひ。まあ、ラグナはやりたいですけどね。あ、ラグナ、はい、ラグナでも全然いいよ。陣はちょっと早すぎて無理っす、たぶん。全然早いっすか。他の陣とやってから自信ついてるやりくれるっす、たぶん。一瞬で強くなりすぎなんだけどとか言ってるんですけど、うん、簡単なコンボしかやってないし。はい。いやでも実際勝ってるじゃん、もう。いや、ハードル上げない方がいいですか。うん、ハードル上げない方がいいですね。まあ言うてもね、やっぱりアークゲーの申し子みたいなのがあるじゃないですか、カズノコさんは。言うても、いや、まあ僕スパホーゼなんで。いや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 、そこを語源損しちゃダメでしょ。いやいや、もうスパホーゼ。ギルティギア、ペルソナ、いやそしてブレイブルー。ギルティギアとかやったことあるかな。だって、いやもう井上の戦争やばいっすよってみんな言うもん。いや、ギルティギアちょっとやったことない気がするな。違うじゃないですか、名前違いますよね。カズノコって名前ですよ。あ、ごめんなさい、ちょっとすいません。カズノコさん、違いちゃった。リュウマル消えちゃった。いや、リュウマル拗ねましたね、たまれ。いや、やんねえのかよ、まあ、むしろむしろなんていうの、いつね、ほんとありがとうございます感じで、ネタを作ってくれまあ確かに、うん、確かにギリギリまでネタを作って配信盛り上げて消えました、ありがとう。ゆうまろさん今日の MVP なんで、今日 MVP です、はい、ありがとうございました。カズノコさんからなんか送ってもらってください。嘘でしょ。無茶ぶりやめてもらいますよ。カズノコさんの私物をプレゼントしますから。いつもやめてもらいます。、うん、嘘でしょって。僕キャンセル投げつかないよね、カズノコさん。いやなんか投げてもいいと思うけど、全然投げ通らなかったイメージなんですよね。なんか離れてても、うん、なんかその距離100の距離一緒みたいなとこなんだ確か。ああ、当てるか。あれ1フレーズかな、あの当てるみたいな。そこが分かんないんですよ実は。嘘。なでもあんまプラチナ使い使わないから。あ、まあ、多分まあまああんま使えるような技じゃないよ。えらー、これクソ強いんですよね。バレしなきゃダメですか。ね、いや違うな、あれ必殺技でマジカルなんとかとかいうのがあるんだ。そう、コマ投げさんですよ。コマ投げ、そう、移動コマ投げとか。そう、おー、面白い。それはやべえ強いんですよ、強化すると。で、ハンマーなんでプライマーじゃなくてバリアに気をつけて、ノーマルガードすると割れちゃうんで。え、嘘。ハンマーはだる、あ、これか。そう、中段とかじゃないんだ。中段じゃない。こいつも上ぴょんぴょんするキャラなんですか、相手も。いや、実はそうだね。あ、そうなんだ。ラグナに近い感じ。ああ、はい。イメージとしては、長い攻撃と、はいはい。
なアイテムをラグナーとジンを足してちょっと2で割ってアイテムつけましたみたいな。どっちかってラグナーより相当面白いですね。そしたらそうだね、だからやってる人はみんな面白いって言うんだけど、はんはん、アイテムがクソすぎて勝てねえみたいな。あーなるほどね、運ゲー、運ゲーだから、運ゲーがそう。アイテムはファーストとかそうじゃん。あーそうですね、確かにファーストはまあキャラが強いからいいですけど、立ち回りとかそこまで強いほど立ち回りじゃないんですよ。なるほど、これ当てみか。そう当てみだね、長当てみ。これなんか繋がんねえな、なんだ。このキャラ強すぎだろ、マジ。あー強すぎる、このキャラ。やればやろ。 ASK の BB 配信来たって書いてます。消費を当てて、ドドドドドン。強、このキャラ。お疲れ。はい、強い、面白い。ちょっと店長に早くロビー来いっつってくれ。残りの時間全部俺店長と組み合ってあげるから。チャレンジからか。あ、なるほどね。ニコニコラグくないですかね。ラグないっていうか画面止まんないですかね。ニコニコどうすか。終わってた。あら、もう終わってた。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあまた、ま、木曜日かな、次は。俺はまたそんな感じで盛んですね、対戦。初心者大手もやってるし、すごいね、人気入ってあるね。これでもリスナー同士が対戦できるってことでしょ、要は。そうですね、それ面白いですよね。ね、すげえ。店長にうるせえハゲっつって、テカってんだっつっといて。テカテカりすぎだって。そこじゃない、これで出るんですよね、うん、はいはい。うるせえ筋肉デブって感じですよ。ハゲに煽られたって悔しくないもん。しかも 筋肉デブって、ね、あんまり悪口になってないけどさ。じゃあまた、はい、そんな感じで木曜日ですかね、はい、僕は。お疲れ様でした。まあ、次はニコニコでまたできるように頑張りますと。はい、お疲れ様です。これはどうやって配信を切ればいいんですか。愛してるよ数の子って書いてあります。しかも色付き。お疲れ様。